はい、どうもこんばんは、皆さん。ライバロリーです。初戦のお相手のシビルさん、対戦よろしくお願いします。あー、これあれか、シビルドンが好きだからシビルって名前なのかな。左上にもいますしね。よろしくお願いします。ということで、最近、今月中に僕引っ越すっていう話は何回もやってるんですけど、なんかそれの関係で、動画をため撮りしてるから、話すことがなくて困るおじさん。ゴールデンウィークが入るまでには引っ越し全部終わらせたいですね。結構なんかおしゃれな感じの家になってるから、紹介動画とかもそのうち上げたいですね。ということで、選出をしていきたいんですけど、リザーディングがちょっと重い気がする。相手のリザードンが Y だったら、対面でリザ Y に打ち勝てるポケモンが、ワルビアルかギャラドスしかいないんで、ワルビから入りますか。ワルビから入った場合、カプ、レヒレがめんどくさくないるから、ラフレシアも出したい。いけるのかな？出すか？ワルビー、ラフレシア。でもこれでもまだリザードンに対して若干の不安が残るから、クチートとか出すよりはギャラドス出した方がいい気がするんで、この3匹でいきます。はい、対戦よろしくお願いします。僕の対戦動画って言ったらね、対戦中に僕の日記を話すことが多々あるんですけど、なんか最近その日記シリーズで話したいことを全部サブチャンネルに上げてしまってるから、マジで話すことがないっていう。強いて言うんであれば、なんか最近健康診断行って、なんか僕肝臓がめちゃくちゃ終わってたんですけど、めちゃくちゃではないな。少し危ないみたいな診断をされたんですけど、なんかそれの原因が、どうやらコメントを見てたら、モンスターエナジーらしくて、モンスターエナジーでも、モンスターエナジーじゃない、エナジードリンク系か。でも肝臓が破壊されるらしいんで、飲みすぎの人は気をつけた方がいいですよ。なんかもしかしたらお酒と同じ効果があるのかもしれない。凍える風か。まあ。ワルビー直帰持ってるんで多分大丈夫と思いますけど。ダウンロード型だったんで、ノーマル Z とかだとちょっとめんどくさいな。叩き落としていく。あ、でも小型製でノーマル Z あんまないか。タスキー、ポリゴン Z。このままワルビアルでポリゴン Z を押し切っていきますかね。叩き落とすで。多分、はたきで落とせると思う。トライアタックはダウンロードで映画上がってたし、耐える。で、なんでワルビアル使ってるかっていうと、この動画、4月20日に撮ってるんですけど、その前の日にやったポケモン対戦生放送で、ワルビアルにぐちゃぐちゃにされるっていうシーンがあったので、今しめというか、勉強の意も込めてワルビアルを使っております。ワルビアルといえば、マーク地面タイプという特有のタイプに加え、特性威嚇という優秀な、特性を持っており、地面、壊れたわ。ラフレッシャー。こいつは、花粉を鬼のようにばらまく。ラフレッシャー、メタグロスに平気に後投げしてるけど、こいつ、グロスの攻撃受けれるんかな？受けれるんか、こいつ。モロバレルとかだったら受けれそうだけど、こいつ若干の不安が、受けれてないんだが、奉仕なんか、相手のメタグロス寝たんだけど。ラッキー。これ、奉仕は、なんだっけな。接触技を相手が使ってきた時に、3分の1の確率で状態異常でしたっけ。で、その中から、さらに、麻痺、眠り、毒のどれになるか分かんないみたいなのあったから、この眠り、かなり低確率で起きた眠りなんだけど、マジで花粉鬼のようにばらまいていったな。最近花粉もきついシーズンですからね。目覚めるパワーで。目覚っぱ炎でグロス押し切れるかな。力を吸い取るで相手のメタグロスの火力も下げてるんで。うわ、試練はまずい。いや、試練はやばいな。冷凍パンチぐらいやったら受けれるかなと思ったけど、さすがに試練はきついな。試練切ってるメタグロスとかも結構多いから、ちょっと割と油断しちゃいましたね。てか、試練の頭突きない前提で立ち回ってたから、ここで撃たれるのはしんどい。ワルビアルに交代します。これ読まれるかな？思念読みだったらワルビアルで、透かして威嚇を入れていくと、多分ラフレッシャーを再び着地させて、なんやかんやできると思うんですけど、相手からすればこれ読めるところでもあるからな。あ、ヘッティングか。ヘッドだったら、ラフレッシャー突っ張の方が良かったっすね。ワンチャン耐えた可能性もあるし、ワルビア威嚇を巻いてくれたから仕事としては十分で、さらにそこからギャラドスを出すことにより、相手のメタグロスの攻撃力がぐちゃぐちゃになると。力を吸い取るで A-1、ワルビアルの攻撃で、威嚇で A-1、さらにギャラドスの威嚇で A が下がって、相手のメタグロスはもう威嚇されすぎて、縮こまってるわ。チンコもな。マジで意味わからんかった、今の発言。ガンプ。
あま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 あ、いやでもまあまあ入ったな、3回威嚇を入れられた割には。あとガンプはちょっとめんどくさいっすね。10枚してもプラマイゼロだから。これ相手のメタグロスがその威嚇解除でどっかで交代してくる可能性があるんですよね。あでもまだガンプ連打な気がするから、ここ殴るか。いやここで威嚇解除で交代されたら結構だるいけど、まあ最悪それされてもまあ、ああ、オッケーオッケー、突っ張ってきた。まあなんとかなるかなと思ったけど。ガンプー。ちなみにここ、地震じゃなくて水 Z 放った理由は、まあ抜群地震より水 Z の方が威力が高いプラス、なんかメガメタグロスって尋常じゃない耐久力を誇ってるから、まあ相手のメタグロスの育て方次第では、ギャラドスの地震で落とせない可能性があったんで、ここは甘えずに再来火力をぶっ放しました。問題は相手のラストが何かですよね。デヒレではなさそうだけどな、この戦い方的に。で、リザードンもメガ進化はグロスで切ってるからなくて、まあラストシビルドンかカバルドンだと思うけど、まあどっち出てきてもラフレッシュあとギャラドスで詰めていけそう。あー、カバルドンか、オッケーオッケーオッケー。まあただカバルドンって HB ベースとかだった場合、1枚ギャラドスのアクアテールごときだったら余裕で耐えてきそうなのが怖いところではありますが、どうでしょうか。てかさ、一つ不安なことが、うわ耐えられたしやば打点あるかな、うわガンプある、やばい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 、ゴツメでしょってことは生ケールも多分あるんだよな。何がやばいかって、あのラフレッシャーの技構成が力を吸い取ると、目覚めるパワー炎ムーンフォースヘドロ爆弾なんですけど、ね、ヘドロ爆弾は地面タイプのカバルドンに対しては半減プラス、ムーンフォースはタイプ1技じゃないから相手のカバルドンを倒せない可能性があるので、一回力を吸い取るでちょっとお茶を濁していきたい。ラフレシアの HP を回復させつつ相手のカバルドンの攻撃力を下げていきます。まあ、力を吸い取るは相手の攻撃力分でしたっけ、回復する技だから、まあ、カバルドンみたいな物理重視のポケモンに対しては十分すぎること、力を吸い取ることができると。これムーンフォースで落ちるかな、落ちないと思うんだけどま多分ね、ラフレシアって言うてそんなパワーがあるポケモンじゃないから、地震これ急所だとまずいな。2発はもらうから急所当たっちゃうとちょっとまずいけど、まあ十分受け切れてる。ムーンフィース、こいつは花粉を鬼のようにばらまくけど火力がなかった、やっぱ落ちなかったなこれ。ってなるとヘドロ爆弾でこれ多分ヘドロ爆弾で毒らせる。おい、地震か、多分勝ったと思うけどな。毒がやっぱ効いたっていうか、まあ思考回数的には僕側に余裕があったから、どっかのタイミングで毒ってただろうから。もう何が一番この対戦でひどかったかっていうと、メタグロスを胞子で眠らせたことですねキノコの胞子ではなく特製胞子で眠らせたことが、まあ一番のね、勝利ポイントだったかなと思います。ありがとうございました。レンさん対戦よろしくお願いします。やっぱりレートのシーズンが変わったプラス僕のレートが大して高くないっていうこともあり、いろんなポケモンと当たりますね。よろしくお願いします。まあ、これ僕の予想だとゴーカザルがガンプーダノをやってきて、ビビオンで、眠りごなかける身代わりではめてくるパーティーだと思うんですけど、まあ、僕のパーティー外の身代わりビビオンを抜ける術が積んで積んでのロックブラストしかないんで、まあ、積んでは出します。で積んでのトリルを活かせるクチートプラス、まあ、この2枚だと若干猿が重いのでギャラディスで。はい、ということで、レンさん対戦よろしくお願いいたします。そういえば少し前にドタイトスキッズみたいな動画上げたと思うんですけど、なんかゴーカザルキッズもいて、まあ、ツイッターではないんですけど、なんかインスタでなんか毎日一日一回ゴーカザルのいいところをダイレクトメールで送ってくるプラス使えっていうメッセージを送ってくる、キッズがいるんですけど頑張るなーって思いますね。なんかその熱心な気持ちをどっか別、相手の猿遅っ、相手の猿遅すぎバビロンなんだけど、何これ。ゴーカザルって素早さ出力値108だから、素早さ出力値81のギャラドスよりは普通速いはずなんだけど、なんだこれ。あー、あれか、あえて素早さを落とすことでガムシャラプラスマッハパンチですかね、
のコンボを決めたいってことかな。まあ、ただ裏クチートと積んで積んでだからなんか迂闊に交代できないっていうね。ギャラドスこれ切った方がいいよな。まあ、多分マッパだとは思うんだけども、まあ、マッパ読みでクチートとか出してもそっから鬼火とか打たれるとクチートが腐るだけなんで、まあ、ここはまあシャアなしギャラドス。あ、フェイントか。フェイントだったら積んで積んでに下げるべきだったけど、まあ、それは言ってもしゃあないから、まあゴーカザルキッズってのがいて、まあ、ちょっとまあかわいそうだからそのうち使ってあげたいなとも思いますね。そういう熱心な気持ちはを持つキッズの夢は、まあ、叶えていってあげたいと思っております。トリックルームでガムシャラじゃないかな、ここ。多分積んで積んでの HP 削りに来ること優先するからガムシャラだと思うんだよな。なんかこの手のタイプのゴーカザルってもう おそらくインファイト切ってるから、そう、起点作りに特化してそうな方なん で、ガムシャラだと HP1 まで削られるけど、そこから回復みで回復していくことができて、トリックルームを張って、あとはクシートと積んで積んででどんだけ頑張れるかっていうゲーミングになると思うけど、ゲーミングにね。まあジャイロでいっか、ここはジャイロボーラー。でまあビースティングブースティングで多分 B が上がるんだけど、まあ多分というか確定で B が上がるんですけど、相手の裏が何かだよな。ドンフィンいなかったらツンデレ詰めていけそうなんだけど、まあ、あとサメ肌とかが守る持ってる可能性があるから、あー、いたらめんどくさいなと思ったけど、ドンフィンが来ましたね。まあ、おそらくってか、ツンデツンデはドンフィンを一撃で倒せる技を持ってない上に、逆にドンフィンは自信でツンデツンデ4倍で貫けるから、あとはトリルカでクシーとかどんだけ頑張ってくれるかみたいなとこあるな。は、肩ドンフィン。あ、てかまあこんなもんか。ジャイロボールってそのお互いの素早さで威力が決定するけど、ドンフィンってなんか別に大して素早さ速いポケモンでもないから、ジャイロの威力少し下がるから、まあ、こんなもんか。あとはクチート、てか相手のパーティー見る限りトリルクチートも止めれるポケいないからいけると思うんだけど。でジャレツクはクソ外しがうざいからアイアンヘッドでいいと思うんだけど、ジャレツクの命中90に対してアイアンヘッドの命中は100なので、ここは安定をとってアイアンヘッドを打っていきたいと思います。ドンファン引っ込めた。サメ肌はまずいんだけど。ちょ待って、ちょ、うわマジ、いやジャレツク、うわアイアンヘッド打っちゃったんだけど、命中安定で、これはヤバみ、ヤバみじゃん。甘えた結果じゃんこれ。完全に引いてこないと思ったんだが、サメ肌だったとしても、あい、てかサメ肌アイアンヘッドで死ぬんじゃない？サメ肌だー。効果今一つとは。ドンフィンでトリルターンがまだこのターンまで残ってるから、サメ肌弱すぎてさすがにビビったわ。アイアンヘッドで多分落とせると思うけどな。オッケー、対戦ありがとうございました。それではまた次回の動画か生放送か分かんないですけど、どちらかでお会いしましょう。さようなら。